誰も大好き。明るい笑顔があればよい、明るい笑顔があればよい。ガスとグズと落ちこぼれ、雑誌での連載が続き、単行本も出版され始めたことでアニメ化の計画も立ち上がり、1982年1月25日から1983年2月28日まで1年以上にわたってテレビ朝日系列で放送された。小学4年生の主人公浜野あさりの周囲で起こる出来事を中心に描いたギャグ作品であり、日常的な出来事の他にも異世界やファンタジーなどSF 的な風味も取り入れた幅広い作風が特徴である。作中の時代設定は掲載時とほぼ同じに合わせてあり、時代に合わせた言葉遣いや時代を象徴するモノスマホやパソコンなども数多く登場する。